最後まで愛せないってどういうわけ燃え上がり消えてゆく炎どこまで続くこの赤い糸肉体関係持つ相手慎重に狙い撃つ本命一線を選んでいる感性時には狂い時に冷静恋愛時代なんてわずか短い個人的なドラマ欲しいままに引きつけられて問いかけている愛憎がらみでもつれた世界経験するたびだんだん見えてくるのだろうかそれもやるせないが一生懸命に純愛恋愛遍歴恋の病遊んでいるはずが食い違い妊娠したら別れ話男と女の関係いくら深くても儚い都合が悪いのは世間体裁判沙汰になれば最低こぼれる涙拭いてお味わいしょうか話も弾んで好きになっていったあの頃は今では思い出永遠の愛を誓ったのに続かないってどういうわけ燃え上がる